フライングタイガーで運行されていたボーイング747回貨物機フライングタイガーラインとはかつて運行を行っていたアメリカ合衆国籍の貨物専門航空会社である日中戦争においてアメリカの義勇軍アバグアメリカンボランティアグループとして自主参戦しその後の第二次世界大戦中国ビルマ戦線にも参戦をしたことで有名な フライングタイガースの元構成員が中心となり、創業したことでも有名であり、かつては日本への定期貨物路線を持つだけでなく、在日アメリカ軍向けの軍需物資輸送のために、在日米軍基地にも飛来していた。また、日本では、フライングタイガー航空、フラタイとも呼ばれていた。DC-4FDC-8 から63回。 第二次世界大戦終結後の1945年、元フライングタイガースの搭乗員10人などによって、アメリカでは、初めての貨物専門航空会社である前身の、ナショナルスカイウェイフレートが設立された。当初の機材は、大戦終結によって、余剰となった、海軍払い下げの輸送機 C-93 を、用いていた。翌年には、かつての部隊名にあやかった。 フライングタイガーという社名に変更された。同社は1949年にアメリカ国内の貨物航空路運行を認可され、1950年代にはダグラス DC-4 や DC-6 といったレシプロ貨物機により大西洋貨物路線を運行していた。また1950年に始まった朝鮮戦争ではアメリカ本国から平坦拠点となった。 日本や朝鮮半島にアメリカを呼び、国連軍のための貨物チャーター便を多数、運航していた。その後も、民間貨物輸送のほか世界各国に展開するアメリカ軍向けの貨物、輸送便を多数運航していた。1961年には、カナディア CL-44 輸送機を導入し、パレットローディング方式を活用するようになった。1965年には、 初のジェット輸送機となるボーイング707貨物船用機を導入し、1974年にはボーイング747貨物船用機を導入し、路線網を拡大するとともに、その輸送力を増強した。なお1960年代後半 -70 年代前半にかけて、ベトナム戦争関連の MSC チャーター便が多数運行された。 ボーイング747から 273CF1980 年には、米国第2位の貨物エアラインシーボード、ワールド航空を買収し、貨物専用機運航機数世界第1位の貨物エアラインに規模を拡大した。1980年代中頃には、フライングタイガーは、世界の6つの大陸に貨物航空路を広げており、 国際的にも多くの航空貨物を取り扱う航空会社の一つであった。日本には、成田国際空港や大阪国際空港などにも、ボーイング747やダグラス DC-8 貨物専用機を使用した貨物便を多数運航し、特に新東京国際空港には、東アジア地域の拠点空港として多くの定期貨物便を運航していた。 ボーイング社により割り当てられた顧客番号は49であり、新造機に対してはボーイング747から249回といった記号が付けられた。なお、登録記号は NFT が多く用いられた。同社の貨物専用機は機体表面にカラーペイントによる化粧塗装を行わず、保護剤のみを塗布するポリッシュドスキン、ベアメタルと呼ばれる。 機体軽量化策が施されていた。これらは、アメリカン航空、イースタン航空、ノースウエスト航空といった旅客機や日本航空、大韓航空の貨物機でも存在していた。フェデックスと合併後のボーイング7271980年代後半に入ると、米国経済停滞による貨物需要の減少、スペース供給量過剰、航空規制緩和政策による 市場競争の激化等により業績が悪化した。1988年12月にフライングタイガーは宅配便サービス大手のフェデックスエクスプレスに買収されることが発表され、1989年8月7日に統合され、フライングタイガーの名称は消滅した。後に元従業員らによりポーラーエアカーゴが設立された。同社は 買収や合併を経て、現在は、アトラスウェア及び DHL の合弁会社として、運行を行っている。同社の機体 B 翼に描かれる、サークル P デザインは、かつてのフライングタイガーの、サークル T デザインを踏襲したものとなっている。なお、ポーラーエアカーゴや、アトラスウェアはボーイング747から8回を、運行しており、かつてのフライングタイガーの地位を継承する存在と、 なっている。ボーイング製航空機の顧客番号は49だった。ボーイング747から 121A、SF ボーイング727から100ダグラス DC-8 から73回ハットローンチカスタマーのパンアメリカン航空に続き国内の大手航空会社は上がって747を発注したものの、 洋上路線が認可されていたパンナムとトランスワールド、ノースウェスト、そしてユナイテッド航空以外は747の本領を発揮できる路線が少なく輸送力過剰で運航コストを回収できなかった。その後燃費や機動力に優れる中型ワイドボディ機の台頭によりアメリカン航空は DC-10、デルタ航空は L-1011 に置き換えた。 自社発注機の5機が1977年に退役してからは長らく747とは無縁だったが2010年のノースウエスト航空の九州で同社の747から400を引き継いだことで久しぶりに復活し2017年まで運航されたその後格安航空会社ピープルエクスプレスを吸収し 同社の747から100、200バイトを引き継いだことで復活した。パンナムカーゴ廃止により余剰になった機体でパンナム時代に貨物機に回収されていた。シーボード編入機は合併直後は元の塗装のまま太平洋横断の成田線で重宝された。シーボード時代は欧州や中東への大西洋路線が重視され、太平洋路線はハワイのみだったため、 太平洋路線での活躍はフライングタイガーからとなった。現在は MD-11 が同レジを使用。ありがとうございます。